中央国際高等学校は千葉県いすみ郡温宿町に所在する私立高等学校。統合で廃校になった旧千葉県立温宿高等学校の跡地に2013年10月開校。通信制、単位制で日本全国から生徒を募り中央高等学院の集中スクールリングに校舎を活用。温宿地域は少子高齢化で高校の統合が進み間が。 学校跡地活用を探っていたところ、東京都で通信制高校サポート校を運営する中央高等学院が音塾長との交渉を得て運営母体となる学校法人中央国際学園を設立し校舎の一部を修復するなどし中央高等学院の集中スクーリング等に校舎を使用できるようにした。作詞はキャプテン翼の作者高橋洋一。 作曲は、キネナオと、編曲は、島田洋一が行った。県立旧音塾長高等学校の校舎を一部を修復する形で建設されている。調理室は、土足現金だが、その他は、土足性が採用されている。これらの行事や活動は、特別活動の単位として認められており、参加が難しい生徒は、課題図書の読書感想文や、 生徒の自主活動についてのレポート提出で特別活動時間の単位認定をしている。これらの拘束はあるが、基本的には自主性を重んじ、細かい拘束は定めておらず、髪型、髪色やメイク等は自由。上記拘束や社会的ルールに反した行為や周りの人に迷惑をかける行為があった場合は教員による指導がある。ありがとうございます。